にかく儚くて限りがあって透明でみたいな画面を目指したかったので、アニメーションスタッフにはガラスを覗いたみたいな画面を目指したいですねっていう風に言ってて、ラムネの瓶の底から覗いてるみたいな印象で、なのでガラスの綺麗なガラスの厚み部分の色味みたいなのを感じる画面深緑というか水色というかみたいな、ああいう色をの印象で見終われるような画面作りだったり、あとは水彩画のような淡さ優しさのある画面っていうのをいろいろ試行錯誤して、些細なところに楽器の金属の中にその色を忍び込ませるだとか、いろんなすごく細かい仕組み、なんか仕掛けをいろいろしてもらいながら、とにかく透明感、ガラス、そういったものを目指しました。